ちゃんです。たくさんの動画の中から選んでくれてありがとう。最後にグッドボタン、チャンネル登録お願いします。はい、おはようございます。今日の朝の中太郎くんね、結構ね、太ってきたんちゃうかな。こんな感じ、ね、息も落ち着いてます。顔の表情もね、良くなってきたと思いますね。スイちゃん大丈夫か、まあ、この機会にね、薬投与してる間に慣れてくれたら一番いいんだけどね、この子もね。な、スイちゃん大丈夫かね、みんな応援してるからな、頑張れよな、ゆうちゃん。可愛らしい子ですよ、ほんまにこの子。なんか、猫でもね、ものすごい素直な顔してるんですよね、この子。うん、ね。なんか、汚れを知らないというか、あ、汚れを知ってるかも。汚れっていうかね、怖いものは知ってるけどね。うん。ちょっと怖がりやけど、ほんまに素直な子や思いますわ。もう慣れたらね、ええ子やと思います、この子は。な、ゆうちゃんな。顔がね、もう、ほんまに出てるんですよね、そういうの。ね。今日は、ということで、まあ、ここらから先取って、ね、はい、ひろこちゃんに、ね、トトちゃんに、誰おった、まあ、これね、ギギちゃんに、ね、ふんちゃんに、はい、りんちゃん、今日この子ね、出航します。ね。兄ちゃん、幸せになってもらえよ。な、そんなしてたら損やぞ。な、これからな、もう、あ、ポン様のことにね、かまうことできなかったけど、ああ、ね。ね、サブコロちゃん、あ、ま、これマイルちゃんね。ね、リンちゃん。ああ、ね。こんな感じの子です。ね、かわいらしい。ね。な、よかったな。頑張って、そんな知らそうやで、りんちゃん。な。ポンさんのところでちょっと影薄かったけどな。向こうではな。ちゃんとしてもらい。な。終わった。あ、届いた。こんな子です。ほんまになれるかわからんけど。まあ、とりあえずね、ケージに入れてもらってね、一週間ね。それでちゃんとそこが安心やいうところをね、分かった上で、ね、そのことも含めてね、お話ししますね、ちゃんとね、新しい飼い主さんにね、はい、はい、こんな感じ。あとは、あ、誰よ、サブコロちゃんとランちゃんのね、ここでママね、ママママ、おしっこね、結構ね、今まあ変えてないけど、おしっこ出るようになってきてますね。まあまあ、布団も見てもだ、わかるんやけど、布団にもね、してるんやけど、結構おしっこもね、今変えてないの、こんな感じで。ね、ここに座って、ね、出るようにはなってんかなと。ね。で、ルパン君、ね、風邪かなりもう治ってます、目もね。こんな感じで。ね。もう、ね、来週ちゃうね、再来週あたりかな、までにはね、病院行こうかな。こんな感じですね。はい、あとの他の子はね、ここはい、みなこママね、みなこちゃん、はい、こんな感じ。みなこちゃんロベルトさん好きだね、みなこちゃんね。はい、この子も怖がりね、はい、ももちゃんね。ももちゃん大丈夫か。ナスできたように思えたけど、ちゃうな、ちゃんと行けてんな。よし。それで、ここだよ、ここは見てなかったかな。ここ行ってないね、さっき動かした時に来たから。うん、ここも行ってないね。まあ、この中なのかな、今日は。
はい、マロンちゃんとひらりちゃんと、あ、ほんね、シャーゴちゃんも、シャーゴちゃんもちょっとええ顔になってきてんけどね、最近出るようになってきてるんですよね。でスジちゃん、スジちゃんの方がなんかまだね、そんなに出てけへんのかな、マロンちゃん。それキタロウちゃんと、ね、はい、きあのひらりちゃん、こんな感じです、ね。まあこの子たちもね、ちょっとずつ慣れてきてる。あ、マロンちゃんはね、マロンちゃんは全然もうね、あの大丈夫です、ね。はいよね。前に比べたらね、ほんまにマロンちゃんはね、ヘルプさんにも出てくるし、ね。で可愛い子ですよ、マロンちゃん。おいで、マロンちゃん。ママが入ってるからおしっこちょっと匂いするんちゃうかな、これ。ママのおしっこの匂いするんちゃうかな。ちょっとなんか引かなあかんな、これも。ねえ。なあ。あ、ママおしっこして。おしっこ出てるんかな、ほんまに。出てるんかな、分かん、出てないよね、やっぱり。だけど出てますもんね。あ、マロンちゃん、おいで。目やにもね、良くなってきたわ。マロンちゃん、何してんや。マロンちゃん。ね、ぽっちゃりマロンちゃん、かわいいです。出てんかな。出てんの？今音鳴ってる。まあだけど、あ、うんこ出たんちゃうかな。どうなん？まあちょっとは出てると思うんだけどね。まあこれかてね、こんな風にね、おしっこのやっぱりね、まだできてない証というかね、これちょっとまた今日洗いますんで、ね、まあこんな感じでね、やっぱりまあできてないんじゃないかなと。まあ、トイレ行ってね、話してするようになってるからね。出るんかな？ちょっとでも出たらね、この見てる時に。力が入らんからね、もうやばい。ね。まあ出ないね、まだ。どっかのタイミングで出るんでしょうね、今いっぱいやけど、うん。出ないね、うん。はい、こんな感じでした。はい、以上です。右ちゃんから一言。僕たちの友達が道路で亡くなっていたら、シャープ9910に連絡お願いします。